じみ。はい、どうもアキトントンです。海苔を消化できるのって日本人だけらしいな。まあ今回そんな関係ないねんけど、二次関数についてスタートンタン。で、今回は二次関数について超基本的なことを教えていきたいと思うんやけど、まず二次関数って何なんっていうところから説明していきたいねんけど、これ基本的に中学3年生で出てくんねんけど、二次関数の前に一次関数っていうのを昔やったと思うんやけど、一次関数ってどんなんって言われたら、一次関数って言われたら y イコール ax プラス b でしたよねみたいなのは覚えてる？で、二次関数って言われた時にはどういう風になるのかなって言ったら、 y イコール ax の2乗なんですよね。いける？で、ここで何に注目してほしいか、この g っていうのは次数の g なんで、これですね、2乗っていうのになってるから二次関数なだけです。一次関数は1乗やから一次関数、二次関数は2乗の2やと思ってくれたらいいです。で、基本的に中学校の二次関数は y イコール ax 2乗として教えられます。オッケー。これ高校とかになるとどういう風になるかっていうちょっとした豆知識やったら、 y イコール ax の2乗プラス bx プラス c っていう風に教えられるんよな。オッケー。これどういうことなんかって、これ、次数が一番高いやつを見ないとあかんかったやんか、覚えてる？ x について見たら2次1次0次やから、あ、これも一番高いの2次やから2次関数やな。もちろん a は0じゃないよ。オッケー。一般系やったらこういう風に教えられる。中学生はこれだけ ax の2乗でまずは覚えさせられるから、こっちで覚えてください。余裕があったらこんなんもあんねんなーっていうので覚えておいて。で、今回は何を覚えてほしいかって言ったら、この y イコール ax の2乗がどういうグラフの形なんかなっていうのを身につけてほしいねんな。オッケー。アキトントン。ここで一次関数の復習すると、一次関数ってどういうグラフやったって、これ直線やったんよな。まあグラフ書いたらわかると思うんだけど、直線になりましたよっていうのが一次関数。じゃあ二次関数ってどういうのなんって言ったら、二次関数っていうのは放物線って言われるやつです。放物線ってなんなんて、放物、物を投げるときにできる線ですね。山なりボールとか、何か投げたときにヒューっていう形になるやん。その線のことを放物線って言うんだけど、具体的に書いてみると、先にどういうのになるかなっていうのを教えると、 a が0より大きい、つまり正の時っていうのは、y 軸と x 軸がこういう風にあった時に、下に凸っていう風にこういう風になるな。で、放物線の先っぽのことを頂点って言うんやけど、頂点は原点です、絶対。y イコール ax の2乗の時はな。 OK。 それで次、 a が0より小さい、つまり負の時。 OK。 a が負の時っていうのは、どういう風に書かれるのって言ったら、上に凸って言われるやつですね。これももちろん頂点は原点通ります。この形覚えておいてください。あんまりテストには出えへんかもしれへんけど、この言葉な、下に凸って言われますね。で、これは上に凸ですね。ちょっとすごい斜めってんな、ごめんなさい。今回は、とりあえずこの放物線っていうのの形、二次関数って言われたら放物線で、放物線は a がプラスの時は下に凸こういう形になんねんな、マイナスの時は上に凸こういう形になんねんな、で、頂点、この放物線の先っぽっていうのは原点通んねんなっていうのをまずは押さえていける。で、最初の方っていうのはこのグラフを書けっていう問題とかもあるから、一応どういう風にグラフを書いていくのかなっていうのと、実際どういう特徴があるのかなっていうのを軽く見ていこうか。はい、具体的に y イコール 2x の2乗と y イコール2分の 1x の2乗を見ていきたいねんけど、ここの a な、 a 今回プラスやから下に凸の形になんねんなっていうのは頭の中で押さえといて。 OK。 それでどういう風にグラフ書いていくかって言ったら、直線の時、一次関数の時は2点求まったらいいよみたいな教えたと思うねんけど、放物線の場合はアキトントンは3点ぐらい書いたらいいかな、3点ぐらい適当に置いたら書けるかなと思います。3点書いたら放物線の形を覚えてたらこういう風に書けると思うから、そういう意識でやるといいかなって思います。じゃあちょっと具体的に変えていくと、絶対原点通るから0の時0、なぜなら x イコール0入れたら0になるよねっていうことな、この形やったらな。いける？じゃあ1入れますよ。そしたら、y イコールどうなんのって言ったら、 2×1 の2乗、つまり2ですよねっていうことで、1の時に2を通りますと。で、マイナス1入れたらどうなるんかなって、 y イコール2×-1の2乗っていう風になって、マイナス入れたらもう2乗されるから絶対プラスなんですよね。
OK、これが放物線の特徴です。つまり2になると、だから1の時とマイナス1の時の値は同じになります。 OK、 じゃあ2の時どうなの、2が4の8になってマイナス2の時も8になるみたいな感じで、放物線はマイナスとプラス同じ結果になります。だから、こういう形になるんやけど、3点打ってちょっと書くと、y イコール 2x の2乗はこういう風になると、全然グラフ点通ってない。 OK、 ちょっと無理やり書き直すとこういう感じかな。これが y イコール 2x の2乗です。じゃあ次2分の 1x の2乗考えようか。そしたら1の時どうなんのって言ったら、 y イコール2分の1かける1の2乗やから2分の1になりますと。じゃあ1の時2分の1だいたいこの半分ぐらいかなっていうのが分かると、では2の時どうなんのって言ったら、 y イコール2分の1かける2の2乗な。そしたら2になるよね。4かける2分の1やから。2の時に2になりますと。OK。で、さっきもしれっとこう書いてたんやけど、2の時2っていうことは、マイナス2の時も2です。それが放物線やからな。OK。じゃあ、まあ3点分かりました。0の時は0やからな。どうなんのったら、こういう風に開けていきますと。で、放物線適当に書くときには、開けるように書いていきな。OK。こういう風に閉じたらあかんで。放物線は開けるように書くっていう癖つけて。そしたら、まあなんとなく書けるかなっていう感じ。はい。じゃあ、これでちょっと見てほしいんやけど、横のちょっと計算式消す段。ちょっとこれ見てほしいねんけど、ここでなんとなく持ってた方がいいイメージ教えると、この A の値な。OK。A の値が小さくなればなるほど開いていくわ。OK。この放物線のこれな、開き具合な。いける？これが、A が小さくなればなるほど2分の1の方が2より小さいやろ、開いていくねんけど、これもなんとなくイメージ持ってると思うねんな。もし仮にな、 A イコール0の時どうなんのって言ったら、Y イコール0になるやん。じゃあ Y イコール0ってなんなって、 Y イコール0はここの X 軸の線のことです。いける？だから y イコール0、つまり x 軸に近づくっていうのが a イコール0なんよ。だから a が0に近づければ近づくほど、放物線っていうのは x 軸みたいになる。つまり開いていくっていうこと。だから a の値が小さかったら、こういう風にめっちゃ開くよっていうことな。こういうイメージ持ってると、放物線二次関数の、簡単な例題はパッと解けるから、一応持っといてください。はい。で、今回この動画で覚えておいてほしいのは、二次関数っていうのは y イコール ax 2乗で表されるよ。で、どういうグラフなのかっていうのが大切。一次関数は直線やったよ。二次関数は放物線。放物線っていうのはこういう形のやつですよ。a がプラスの時は下に凸ですね。こういう風に頂点が下にある。a がマイナスの時は上に凸ですね。頂点がこう上に行くように、放物線が書かれるっていうのが二次関数です。はい。これを元にアキトントンいろんな授業動画いっぱい上げてるので、他にもいろいろ見ていったり、チャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録してください。っていうことで、これからも一緒に勉強していきましょう。で、今回のこの二次関数のまとめノートっていうのを今から春からスクリーンショット撮ったり、自分でノート撮ったりして復習してください。はい。もちろん問題演習動画とかも上げるので、これからも一緒に勉強していきましょう。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。で、アキトントン YouTube の他にも Instagram、Twitter、LINE、TikTok いろいろやってるから、ひらがなでアキトントンで調べて、フォローしてください。そこでいろんな情報とか面白い話とかもいっぱいしてるので、これからもトンデント、アキトントンの生徒のことトンデントって言うねんけど、トンデントとして一緒に勉強していきましょう。バイバイ。